カンボジアマスです、今回も東京ガスの安藤選手が来てくれました。ありがとうございます、はい、ありがとうございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。安藤です。全日本実業団準優勝おめでとうございました。ありがとうございました。あれはもう足つってたでしょ。つってましたね。僕もつってましたよ。でも今日つった状態で強打対決したらまた面白いしたいよね。そうだったんですよね。ある意味、はい、準決勝終わって両方つってたんで、あの兄貴も、うん、まあお互い安心そうな戦いが見えたかなって思ってたんで、まあ、お預けだね。来年以降におめでとうございました。ありがとうございました。今回は、まあ、以前にそのラケットを紹介してもらったんですけど、はい、今回はちょっと安藤選手が使っている靴について教えてほしいなと思います。靴です。やっぱりね、安藤選手はね、靴にもこだわるっていう噂を耳にしたので、今回ちょっと靴についてもいろいろ聞けたらなと思います。はい。でもちょっと最初に履いている靴についてちょっと簡単に教えてもらっていいですか。これ見るのも、まあ見えますかね。こちらですね。はい、この靴なんですけど、ウェーブエクシード3の青ね、はい、を履いてます。多分この種類、多分色によって多分、うん、幅が違うんですよ。そうね、そうね、はい、僕は結構ラケットよりも靴の方が大事には慎重には選ぶかもしれないです。本当、はい、まあさすがこだわりはあるだけ靴だけは、なんか足ってやっぱ大事じゃないですか。そうだね、テニスの中でね、足一番重要だからね。怪我したりしちゃっても困るし、うん、まあ、動かしやすい、自分が動かしやすいものを選ぶようにはしてます。じゃあやっぱいろいろこう、うん、靴を決めるときもいろいろこう履いてみて、はい、そうですね、足の感覚とかを見て、はい、へえ。軽いのよりも自分はちょっと重たい方が好きです。あ、そうなんや。軽すぎるとなんか、うん、なんていうんですかね、地に足つかないっていうかそんな感覚がしちゃう。はい、確かにね、それはどっしりこうしてくれてた方が履いてる感があってね、あるんで、はい、へえ。ちょっと方が好きですし、でも比較的ミゾの靴はなんか全体的に軽いイメージがあるけどね。そうですね、これもだって別になんか重くはない、重くはないですけどね。確かにかかとはなんかバッチリしてる感じがするね、はい、結構しっかりしている靴の方が好きなんだね。好きですね、はい、へえ。やっぱ結構靴ほどやっぱり中高生の子ってデザインとか、あ、そうかもしれない、で選びがちで、はい、よく聞くのは足をちゃんと測ったことがなくて、あ、ちゃんと測ってみたら1センチぐらいその大きな靴ブカブカで履いてたっていう人が多いっていうのを、はい、多いですね。俺のそのショップの人に聞いて、そんなことあるのかなと思って、大学まで 8.5 入って、うん、でかっでかっ、間違って、うん、間違ってね、で今は7か 7.5。 え、全然ちゃうやん。間違って入ってて、うん、ちゃんと測ったら7ぐらいしか、足が7ぐらいしかったら、うん、なるほどね。確かに確認するときないもんね。はい、もう一回ナショナルチームの測定みたいなやつでやってもらったことがあるんですよね。うんうんうん、7.5 の靴履いてたんですけど、なんかガチなその、なんていうんですか、足の測るやつ、はい、でやってもらったら 24.7cm。 えマジで。まあその靴下とか履いて靴履くんで、あんまり今までそんな違和感なかったかもしれないですけど、うん、そのくらい違うの、はい、24.7いくつとか、そのこの何ですか、足の幅だったね、長さが、はい、マジで。で今は7.0です。今プロでもいけてると思うんですけど、なんかあんまちっちゃすぎるとなんかさすがに今まで使ってて、うん、7.5、まあ、0.5ちっちゃくしたとかだよね、はい、まあ、もっと本当はちっちゃくていいかもしれないですけどね。靴下の幅とかとこの足の甲の ね高さとかもあるから、はい、なかなかその24のサイズでは多分履けないだろう。履けないですね。ここは縦はいけても、幅がね横がね、はい、いけないだろうからね。今結構ね、確かにそういう風に足測ってちゃんとしたこう測定器でね測ってくれるショップ屋さんも、うん、ショップさんもねあるみたいなんで、そういうの行ってみるといいよね絶対ね、はい、絶対大きく履いてるよねみんな、はい、小さく履くことはよっぽどないから、はい、
次は安藤選手 の, その靴選びのポイントというか、中高生に向けてこうアドバイスが何かあるのであれば、あちょっと簡単に教えてもらってもいいですか。靴もいっぱい種類ありますし、アートボート用とかをそんなに使うあれはないと思いますけど、そっちの方がデザインがいいからとか言って確かに、ある、絶対ある、ありそうですね、言っちゃうかもしれないですけど、特に足は大事だと思うので、うん、靴っていうのはそれをサポートしてくれるものなので、で、慎重にいろんなものを履いて試したり、うん、まあ、それ買って動いてみて、動きづらいなとか、重くて動きづらいのか、軽くて動きづらいのかとか、中で動いちゃうのかとか、もっとがっしりしてた方がいいのかとか、いろいろあると思うんで、まあ、そういうのをぜひこう調整しながら選んでいただけたらいいかなと思います。ありがとうございます。はい、中高生の子はね、本当に靴をデザインで選びがちなんで、ぜひちょっとこの動画を機会に、足の長さをちゃんと測って、自分に合った靴を選びにしましょう。はい、本当もうメーカーによってね、もういろいろだからね、なんか俺もいろいろメーカー使ったことあるけど、そうですね、本当になんかどれがいいかっていうのも自分で履いて決めるしかないんで、いろいろありますね、うん、これがいいよっていうのはね、本当に個人差もあるし言えないんで、はい、自分に合った靴を選んでください、はい、この動画が良ければチャンネル登録と高評価をよろしくお願いいたします。今日もご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。バイバーイ。